はい、来ました、ハードオフ巡りの今恋学母駅に来てます、はい、恋学母駅、はい、まあ、でも恋学母店ではないんですけど、うん、ハードオフの、はい、うん、小平浄水店というところに行くわけなんですけども、はい、この恋学母駅が一応最寄りということなんですが、はい、もうね、はい、駅がね、はい、青森と変わらん。まあ、あの東村山の周りなんですけど、うん、で僕はの東村山って一応そのお父さんの、うん、父方のおばあちゃんの家があったんですよ、はいはい、なんでよく来てたんですけど、うん、僕はの大人になって東京だって聞いて信じられませんでした。どこだと思ってた。いやマジでだから埼玉静岡ぐらいと思ってたの。あマジで、なるほど、ね、本当にすごい遠くに来てるっていう、うんうん、やっぱり都心に近いわけよ。まあね、うんうん、それはもちろんだから田舎の人よりは、うん、ゲーム買ってんじゃねえかなって俺思ってて、ね、なるほど、そういうそのサブカルチャーじゃないけどには、うん、なかなか精通してるんじゃないかな。そう、はいはいはい、確かに。だからやっぱね、この辺のハードオフはちょっとね、うん、期待。なるほど、期待上げ。いやいいよ、懐かしいな、期待上げ AGE ね。、うん、まあ、とりあえずここの、ハードオフ行ってみて、はい、まあ、掘り出し物を見つけに行きたいと思います。はい、行きましょう。あ、僕が芸人になったきっかけですか。いや、言ったことない、全然聞いたことないわ。歩きインタビューしないのよ。やっぱオンバート見てですね。俺でもできんじゃねえかなって。いや悪っ、その始めたきっかけ悪っ。ダメですよ、ちゃんとハードオフへの意気込みでございますが、うん、いやーちょっと気になるね。うん、まあ何よりね、そのゲーム云々ももちろんだし、うん、規模感によってはそれこそゲームだけじゃなく、はい、僕の目当てのブルーレイもあるかもしれないし、軽音のブルーレイ、はい、軽音の。ちなみに軽音のブルーレイって1本何円ぐらいすんの。あのね、実はね400円ぐらいです。安っ。安いですよ、だから俺の近所では400円だったの。まあだって今もうアマプラとかで見れるでしょ。そう、アマプラのなんか D アニメみたいなのが見れるから、ね、そんなにもう貴重ではないというか。まあでも特典も入ってるのと、うん、やっぱね、そのアマプラで見てるんですよ、うん、軽音、うん、で買った DVD、 あ、ブルーレイで見たら、うん、全然画質違う。あ、ほんと、うん、やっぱいい、やっぱブルーレイですね。なんでそれを探しに、あとあの一応 PS3 で出てる軽音の、おい、なに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 、ハードオフ乗ってないなと思って。え、乗ってるか、中学校と駐輪場しかないのに。こっから先で、まあ結構歩くみたいなんで、はい、ゆっくり歩きましょう。はい、はい、着きました。はい、はい、こちらがハードオフ、まあホビーオフ、オフハウス、うん、また入ってるタイプの、うん、小平浄水店ですね。はい、はい、こちら結構なんか地図で見た感じ、うん、遠いかなと思ったんですけど、うん、意外と近かった。そう、まあそんな遠くない。あ、よかった。1キロ以内ぐらいかな、うん、これはね、この閑静な住宅街、はい、これちょっともしかしたらお宝眠ってる可能性ありますよ。ちょっと楽しみだね。うん、こんだけ結構ね、歩いてきたら意外とそのなんつうんですかっていうとあれだけど、すごい綺麗なお家が多かったんで。あ、そうだね、う、住宅街だったね。そう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 、うん、まあ、もしかしたらその住宅街ってことはいっぱい買い物して、うん、いっぱいゲーム買って、うん、出してるかもしれない。そういうこと、見に行きましょう。はい、あと目に映り込むの気をつけてくださいね、うん、なんか最近あるらしいですよ、アイドルの目の中に男性が映ってたみたいな。お前とお前のスマホしか映ってないのよ。さっきからずっと気をつけてください。大丈夫ですよ、大丈夫です。さあ、中、うん、撮影 OK ということで見ていくんですが、はい、いきなりこれはカスタム品ですね、うん、スイッチの、クリアパーツに差し替えた。いいな。このボタンがね、このちゃんと色ついてるのも、うん、なかなかいいですよね。いいな、やっぱこの、うん、やっぱこのなんていうの、透明な、うんうんうん、スケルトン、まあ、スケルトンパープルっつったらあれだよね、ゲームボーイカラー。ゲームボーイカラーにあったね。やっぱこれワクワクするな、この色ね。出せばいいのに ね、安く高いかな。すごい安くていい感じする、まあ、流れがあるからね。まあ確かにね、まあ、ここがスイッチ系ですね。で、あ、まさか、うん、あ、いやこれね、なんかある。いや毎回ね、俺このシモン迷うんですよ、うん、シモンベルモンド、うんうん、俺シモン欲しいな。そう、かっこいいんだよね、うん、結構ちょっとこれかな、今のところ。あ、今のところ、今のところこれだいぶいいなっていうのと、はいはいはい。でやっぱこうやって見てさ、うん、ここにないのかわかんないけど、うん、ゲームボーイミクロがやっぱちょっとミクロないね、ちょっとレアものだよね。うん、うん、わ、ゲームボーイカラーのなかなか綺麗ですね。
これは箱付きじゃない、しかも。あ、本当だ。うわ、これ完品だったらちょっと欲しいな。確かに箱説明書付きって書いてある、わざわざ。あ、本当。うん、いいなあ。これはもしかしたら完品かもしれないね。ちょっと欲しいですね。ね、俺この色だったな、白スケルトン。うん、いや、いいですね。あ、 SP も箱である。あ、本当だ。あ、ちっちゃ、あんな箱だったんだ。あ、安いね。 OG 版じゃないならこんなもんかって感じ。ちょっとこの辺にさ、考えちゃおうかな。あれ、注目。うん、なるほど、注目のものが見えましたね。まだまだありますよ。いいね。はいはい、さあ、ドリームキャスト、キティちゃんバージョン。うん、箱なしか。まあまあ、ドリキャスだから箱なしか。まあまあ、それはもうしゃあないよ。箱が取っといてあるのがまず結構レアなんだから。まあね。で、ミニスーさんに、はい、メガドラ、はい、ネオジオミニ、うん、メガドラミニ、はい、来て、あ、ワンダースワン、こっちよ。カラーじゃないんだ、ワンダースワン。あ、カラーもあるわ。だって俺カラーこの前8000円ぐらいだったからね、ハードオフで。あ、マジ？箱付き。あ、それはかなりいいのを買いましたね。やっぱいい、安かったよね、絶対。うんうんうん、これ、お、ネジコンっすよ。ネジコン懐かしい。ネジコン、白俺初めて見た。黒しか持ってなかった。いや、持ってた。持つ持つ、ネジコン。使ってた使ってた。峠で。峠でやってたわ。あ、俺、いや、でもこれ新しいやつなんかな。ちょっと待って、これ新しいやつかな、この下のこれ、スーファミのこれ。これは当時のでしょ。俺これも、これ使ってたかも、ずっと。これ多分純正品。純正品っていうか、ね、ホリコンでしょ。ホリコンか。あ、ホリじゃない、アスキーか。あ、アスキー、うん、アスキーのパッドだ。はい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 。いや、これ、あ、すげえ、スーファミ専用ワイヤレスとかも売ってるわ。こんなのもあんだね。これは最近出たやつじゃない、多分そうだと思う、うん、奥にはあの Wii のスーファミコン。ああ、Wii のスーファミコンね。スイッチじゃないんだね、うん、ファイティングコマンダーもあるし、これちょっとコントローラーいいですね、うん、いっぱいあって。コントローラーやっぱワクワクするわ、うん、これはなかなかワクワク度が高いお店ですね、うん、あれ、まさかアニメ、家業、はい、はい、まあ、神のみぞ知る世界、機動戦士ガンダムから始まって、うん、うん、ないのよ。軽音がない。ないのよ。駆られてんじゃない。これね、ちょっとぶっちゃけるんだけど、うん、あと花子がね、うん、ブックオフあったじゃん、うん、あそこに全部ありました。え、買わなかったの？あの、ここは、うん、まだだと思って。で、うん、それも、うん、600円ぐらいだったの、うん、だから、まあ、400円で買ったから、うん、そんなもっと安いんじゃないの。で、ここにこんだけあるってことはもう他のとこもあるだろうと、うん、踏んだ結果が今これでございます。いや、 やっぱね、ある時に買わないとね。いや、ほんとそうだね、うん、うん、お値段と相談して、ちょっとこれはこっからのハードオフにあるかどうかだな。いや、まあ、もうここはもう見なくていいっす。え、もうここもうないんで。え、ないですか。ないんで。まだなかったんでしょ、だって。まあ、そうだね、映画コーナーにあの映画劇場版系はあるかどうかぐらいですかね。あとはいいよ、ここいいよ。ショーケース、ショーケース、はい、メモリーカードから始まる。メモリーカードから始まる。お、何、パワーメモリー。あ、ほんとだ、パワーメモリーですね。これね、セガサターンの、はい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 、あのメモリーカードなんですけど、すもうすぐ壊れるんで、多分もうこれも壊れてるかもしれないね。スーパーサイズじゃん。マジで壊れるから、これ。なるほどね、このパワーメモリーから始まり、はい、いっぱいありますね。でもファミコンの箱系ね。はい、ファミコン系ですね、うん、あー、まあ、綺麗なのかな。まあ綺麗なのもあれば、うん、傷んでるのもあるって感じだね。そうだね、結構焼けが目立つ、うん、まあファミコンはね、ファミコンは知らない。スーファミ行くか。じゃあスーファミ行こう。はい、お、ありますよ。はい、ロックマンもあれば。はい、あー、でもやっぱりキュッとしてるね。まあね、どうやってもね。あ、でもすごい、ゴエモンが、ゴエモン全部ある。雪姫から、あ、全部あるじゃん。2、3、あ、全部あるね。全部ある。うん。あんま見ないな、この絵は。ね、すごいね。ファイナルファイト。あ、ミッキーマニア。うん。もありますね。あ、品揃えかなりいいんじゃないですか。まあ、この辺のほぼ全部持ってんだよな。ドラクエ1、2。ドラクエ1、2もあったと思う。本当に。うん。買ってるね。だいぶちゃんと。これだけ持ってないかな。うわ、懐かしい。しかもね、これね、うん、箱状態良さそうなんだよね。コスモスギャングね、あの、うん、ゲーセンのなんか
あのワニワニパニックみたいな。そう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 。これちょっと状態見て良さそうなら欲しいな。いいですね。しかもそんな別に求めやすい感じですね。うん、なるほど、箱系。まあボンバーマンと。うんうんうん、でまあこっちは箱なしの。あ、先にゲームボーイの箱のショーケースあるね。あ、見たいね。あら、いいですね。ポケモン、ポケモン五大地の章、うつの金貨、デッドアリーマン、デッドアリーマンだ。すげえ、こんな箱なんだ初めて見たわ。まあ、なかなかね、箱で見ないよね。あ、このドラえもんのアドバンスをやった？やったことない。やったことない。なりきりボードゲームなんだよアドバンスの。アドバンスはほとんど触ってないんだよな、ソフト自体は。あ、まあ確かにアドバンスはね、うん、時期的にもね、そう、もう大人になってるしみたいな。中学ぐらいか。スト2のゲームボーイとかもあるんだね。ね、こんなんあったんだ系から始まり、うん、箱も綺麗なの多いですけど、まあ、あと後ろにね、はい、後ろにスーファミ箱、はい、はい、まあ64もゲームボーイもありますね。うん、まあちょっとこの辺見て、そうだね、うん、良さそうなのを買おうかなって綺麗ではあるです、ね、思っちょりますよ。あんただから水田が持ってない。そうなんだよね。かつこのこれのやつは嬉しいね。この、あ、この袋ね、袋で梱包してるだけ、うん、そうだね。あ、それいいの。あ、本当にバトルドッジボール、あ、買おうかな。安いよ、550円。いいじゃない、綺麗に置いていきましょう。まあ、ちょっと探してみましょうか。探しましょう。はい。DS コーナー。DS コーナーね。はい、うん、毎回ね、ちょっと見てるんですけど。ミスタードリラーあった？あ、まだ見てない。ミスタードリラーは、いや、ないんだよね。そう。で、近所の中野ブロードウェイで見たら、3000円くらいしたんで。ああ。あの時いくらだったっけ？ 1100 円。ほら。1100円で迷った俺が悪い、うん、これはちょっと見当たらないな、ミスタードリラー。でもなんか一応調べた感じ、うん、そんな別にがっつり高いわけじゃないから、ちょっと探してるんですけど意外とないですね。で最近気になったのはポケモンタイピング DS。 タイピングを DS でやるっていうちょっと楽しみだな。なかなか挑戦的な作品になってんじゃない。キーボード付きの3000円ってね、うん、ポケモンが意外と高いんだよね。ポケモン系は高いね。うん、そう、ブラックホワイト買ってやったからさ、うん、2も買おうかなと思ったんですけど、意外とします。意外とする、うん、まあ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 、DS はでも何本あってもいいですから、うんうん、探してみます。もうちょっと、うわ、すごい笑顔、すごい大人だったな。ということは、ということはなんかいいの手に入れたな、これ。出ましたね、コズモギャングザビデオ、はい、ついに買いましたね。まあ完品で、はいはいはい、状態も良かった。なるほどなるほど、はい、ちょっと立て付けが悪いけど本当だ、スポッて出てきちゃった。まあでもこんなん多分押さえて置いとけば、まあ、治ります。はい、立て付けが悪い、ね、なんか変に折れてるわけではないです。はいはい、でも箱綺麗ね、はい、箱めちゃくちゃ綺麗です。はいはいはい、別にギザギザもなく、はい、裏に4コマあるんだ。そういう、裏に4コマあります。いいですね、はい、あ、これはいい買い物しましたね。2200円。あ、安いね、うん。あ、いいじゃないですか。税込み2200円から。はいはいはい、はい、さあ、そして。そして、サターン。お、セガサターンのスレ、はい、スレイヤーズロイヤル。セガサターンのスレイヤーズロイヤル。はい、はい、はいはい。俺持ってたかもしれない。あ、でも多分帯持ってないんだよね。あ、なるほどね。うん、帯ないから、まあ、とりあえず帯付きで買いましたと。帯付きで、はい、安かったんで、買っちゃいました。いいじゃないですか。あ、安いですね。もう330円かな。はい、うん。いいと思います。そして、はい。そして何何逆こうですねはい、サタコレ、サターンボンバー、サターンボンバーマン、サターンボンバーマンね、はい、の帯付きえ、帯が毎回ないなんでこう帯逆なんですか、ね、いや、だから俺だからこうしたのよ定員よ、定員、はい、うん、なるほどね。これ実はね、この、うん、なんだっけ、こいつ、あの、ゲトーだっけ。あ、こいつ名前何だったっけ、うん、忘れちゃった。そんな感じの名前の、うん、が意外とこのサターンの頃からいたってね、アニメ化をして。これもね、1650円ぐらいだった。1650円かな、確か。はいはいはい、はい、安かったから。いいじゃないですか。で、帯付き。ああ、いいね、はい、なんか安いね、意外と。安かった、安かった、はいはいはい、でね、これすごいかもしんない。お、いいの見つけた。うん、はい、これガイブレイブ2。はい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 、何これ。プレステのね、ゲームなんだけど、はい、まあ俺もやったことないっす。あ、ないの。知らないっす。
正直。ああ、そうなの。知らないんですけど、はい、新品です。おお、なるほど。封開けてないです、これ。未開封なんだ。プレステのマークの、わかる？この下の、ここの。ああ、ほんとだ、ほんとだ。プレステのプレステ。これをさ、くる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 って回して取るんだ。あ、すごいじゃないですか。新品2200円。あ、これはちょっと気になりますね。はい、これ中古で2200円ぐらいだった。2000円ぐらいなんですよ。ああ、もうその調べたのね。うん。なのに、新品で2200円。はい、なんで、もう買っちゃいました。新品価格ね。新品価格。あ、いいじゃないですか。うん、あ、いい買い物。これラッキーだったかもしれない。なるほど、なるほど。掘り出し物ゲットと。はい。いうことでございますね。あ、じゃあ、富士さんも、ちょっと、買ったでしょ、さすが。あ、まあ一応買ったんで、じゃあ、紹介していいですか。はい。はい。はい。私、まあちょっとね、一応これ、PSP 版。いや、もう引きずってんのよ。軽音ホール。軽音引きずってんな。ただね、ただね、うん、ブルーレイ欲しいって言ったんですけど、うん、もう一個欲しいなんですよ。うん。これの PS3HD バージョンがあるんですよ。うん。それは普通に欲しい。あった？ないんですよ。ないんだ。今のところ一回も。で、これは、すごい、お安く。330円。そう、なんだけど、多分 PS3 の方は2000円近くする。ちょっと探してます。なるほど。はい、音ゲーなんだ。あ、音ゲーです。はい。音ゲーで、好きだね。しかもなんかこう、ちょっとこう、アニメの再現もされたりとかするっていうので。で、まあ一応、軽音ですね。まあ、あれ待って、あ、これスーパー一人ごっつ。いや、一人ごっつ。DVD じゃん。はい。松本人志次選手。はい。上5時。M1 回戦で負けたから。あ、お笑い勉強しようと思って。やっぱ俺の原点だから。あ、なるほどね。お笑い勉強するために。はい。はい。まあ、あとは、そうですね。一応、はい。なんか、軽音買うということで、はい。放課後ティータイムの皆さんを、ホビーオフで。フィギュア買ってんじゃない？はい。それました。手元、ちょっと、難しいな。はい、すごいね、1個何円？ 100 円？ 110 円です。あ、そう、アズニャンが見つからなくてちょっと買おうか迷ってたんですけど、うん、見つかったんで。見つかった、はい、なんで今軽音ハマってんの？ベース始めたから。やっぱベース始めた時に何をまず見ようかなと思った時に軽音。なるほどね。はい、わざわざD アニメストア入りました。はい、なんでまあちょっとそれがだからあるかどうかやね、ブルーレイで。まあちょっと富士山はそれ探してください。はい、軽音の、今日はなら軽音デーです。はい、頑張ります。ちょっと富士さん、ハードオフマンがいますよ。違う、絶対違うし。一応ハードオフの駐車場。ハードオフ来てくれてありがとう。言ってない言ってない。背低いな。もっと来てねー。いや、もっと前で。いや、ミスターマイク2だよね。あ、ミスターマイク2でしたか。はい、カラオケランドズー。1991年から2003年。まで多分あったんじゃない、カラオケが。あ、そういうことか。のもう跡地でもケンタッキーってさ、うん、ケンタッキーのカーネル、カーネル、サダスは実際いた人じゃん。まあまあケンタッキーを作った人 ね、うん、マイク2もいたんじゃない。いや、このサイズ感で富士山にちょっと横立って。あ、まあでも帽子入れたらそんな変わんないかも。帽子入れない。帽子を入れないでください。いや、違うでしょ。鶴瓶さんがなんか確かに仕事で鶴瓶顔だな。ミスターマイク2の元モデルにしていいですかって言われて、確かに、ええです。なんでこれマジで不思議な場所にありますね。いいとこですね。うん、これがこう、さあ、はい、見てきましたけど2店舗今行きましたね。そうだね。最初のとこが、花子がね移転、うん、でここが、小平浄水店。小平浄水店、はい、はい、2つ見ましたけども、はい、まあまあまあ普通。ああ、まあいつものハード、うん、あ、はい、でも小平浄水店の方が俺的には欲しいものがあったかな。まあちょっと特殊なのあったよね、うん、結構ね。うんうんうん、まだまだもっと欲しいものが多いと。そうだね、うん、まあ今のところ僕はまあ不満ですね。あれ不満、うん、やっぱり軽音がないから、うん、花子がねのブックオフにあったのをやっぱ諦めてきちゃってるから。探さないとね。そう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 、あ、どうせここ撮影できないしなと思って。買わないでおいたら全然ないじゃんの。ないですよ、欲しい時に買わないとない。富士さんが俺に言った言葉ですよ。あれ、なんで言ってました富士さん俺に。やっぱ金がないからで欲しいものを諦めるな。欲しい時に買え、うん、金があったのに買わなかったんだよ。もうゲのゲじゃんそいつ。ゲのゲってなんで。確かに買えるお金あって欲しいのに買わなかったんだよ。そうだね、うん、これは良くないね。ゲのゲでしょ。次からは買います。はい、次見つけたら、はい、買いましょう。買いましょう。チャンネル登録お願いします。